アレキサンドリーヌティニアレキサンドリーヌティニは不豪の娘でオランダの探検家である。エジプトへの探検隊などを組織した。また、サハラ砂漠を横断するヨーロッパの最初の女性になろうとして探検を行ったが、現地人に殺害された。オランダのハーグに生まれた。父親はナポレオン戦争時にイギリスに移住して帰国した裕福な商人で、母は オランダの副帝徳の娘であった。家庭教師から教育を受け、ピアノの演奏に長じた。10歳の時、父親が死んで、アレキサンドリーヌはオランダで最も多額の遺産を受け取ることになった。母親とノルウェー、イタリア、中東からエジプトに旅行した。エジプトでは科学体験隊に合流し、ナイル川を訴状した。当時発明された写真術を覚えた。 1861年に再びヨーロッパを後にし、1862年1月9日から母親と叔母と共に300人の隊員と100頭のラクダを組織してナイル川を遡る探検を開始した。ハルツームからシロナイルを遡り、その地域を探検した。二人の科学者、テオドール・フォン・ホイグリンとヘルマン・シュトイドナーが1863年2月に、 合流し、スーダンのバハル、エルガザルの未到地の探検を行った。探検隊は熱病に苦しめられ、1864年4月にシュトイドナーが死に、6月に母親が死んだ。7月にハルツームに帰還した後、おばも死んだ。この探検の地理学的、科学的記録は、ホイグリンが1865年のディーティナッシュ。 エクスペディション・イム・ウェストリカン・ニルジバイアットと1869年のダズ・ゴビット・デバイセン・ニルスとして発表した。この時採集された植物には24の新種が含まれ、プランテティナンに記載された。その後4年間はカイロでオリエンタルスタイルで暮らし、アルジェリア、チュニジアや中東地域に旅した。アレキサンドリーヌティに8 6 9年1月。 アレキサンドリーヌは、対象とトリポリから、チャド湖に旅し、マーツで、サハラ砂漠横断を計画していた、ドイツ人、グスタフ・ナファティガルに出会い、サハラ砂漠の横断を試みたが、サハラ砂漠で、トゥアレグ族に残殺された。大体験時代の博物学者たちピーター・レイビー、高田作川で処防新社2000年。ありがとうございます。